皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りました。今週もねお届けしましょう、嘘のような本当の話ね。えお待ちかね、日曜日の朝皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティ土井秀人がお届けしていきます。嘘のような本当のはね FM 宜野湾からね、放送してますけれども、お便りのご案内とかねちょっとしましょうね、最近おかげさまで、お問い合わせをねいただいたりもしています。メールアドレス797@fmginowan.com ね、お電話入れていただいても結構です。何だろうな、ドクター水素ボトル気になるな。はい、ぜひぜひお問い合わせお願いしますね。はい、あとですね、最初に言っときましょうね、今度は、この放送の後は6月3日とかね4日に宜野湾市や、はい、那覇市の方で、ドクター水素ボトルの体験、ね勉強会、行いますので、ぜひぜひねお手合わせくださいませ。ということで今週もお届けしていきましょう。はい、ゲストにはねいつも東京から、はい、WO イーストの北条政宏さんです。おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ということでゲストまたねお迎えしてますが、はい、東京からですよね、佐藤ちかさんをお迎えしています。佐藤さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ねえ、そんなわけで今週はどんなびっくりするな嘘みたいなお話が出てくるでしょうか。はい、早速ね伺ってみましょうね。はい、佐藤さん、今日ね宜野湾のスタジオまでですが、はい、ここが宜野湾市って分かりました？ごめんなさい、ちょっと方向音痴なのであんまり場所が分かってないですあ、ちょっと実は意外な答え、沖縄何回目だからまだまだじゃないわけですね全然分かってないです。結構いらっしゃると結構来てますどこに行かれます？ブセナの方とか。ああ、上の方にザ・リゾート、リゾートに、ね、うん、海を見に行くことが、ああ、チャパチャパしに多いです。チャパチャパしに、うん、今このスタジオ見ました？ね、はい、綺麗でした、ね、このスタジオは本当に私もいろんな記憶をお邪魔したことがあるし喋らせていただいたことあるんですけど、正直ナンバーワンですよ、すごい眺めが良くて、この眺めは ね綺麗ですよ ね、 なんかこうね来るとやっぱりね癒される感じがしていいですけども、はい、佐藤さんはなんですか、いわゆる仕事でもないのかな、バカンスで今まで沖縄には、あ、仕事もあったんですけど、はい、どんなとこが好きですか？やっぱり海が綺麗で、海が綺麗で人が優しくてご飯も美味しいし大好きです。なるほど、みんなね沖縄の方毎日欠かさずねゴーヤチャンプルを食べてないよって感じですけどお好きな食べ物はありますか？ソーキそばがすごく好きで、同じく、あのトロトロ感がね、行きました、今日ね、あがり屋さんですね、あがり屋さんに行ってねカレーライスまでつけちゃいましたやりましたね、やりました、ね、やってしまいました。そんな気がしたんで僕も時間あればね何に滑り込もうかなと思ったんですけど、美味しいですよね、あそこ、ね、美味しかったです。美味しかった、時こっそり行くんですけどつって、こっそり行くじゃもう分かりやすいねお店でね働いてる方も気持ちいいんですけど、はい、そんなね佐藤さんね、どうでしょう、この番組のタイトルがね、嘘のような本当の話、嘘つきばっか来るわけじゃないですからね、よかったです、はい、これ1年そうそう、かれこれ1年そうですよね嘘ばっかつくやつが、そんなことないですからね、なんか佐藤さんのこう人生の中で嘘みたいな出来事がこんな時に起こったみたいなことってあったりします？おお、これですか、まさにね、そうですね、スタジオの皆さん見えますでしょうか、見えるわけないね私が指さされてるのかと思いましたけど、ね、そうですよね、ボトルね、はい、今ゲスト北条さんが目の前にありますのがね、この先週もねちょっとお話したんですけど、本当にねこのペットボトルのね、これサイズ、小さい方のね、ミニサイズのペットボトルなんですけど、要は中くらいっていうのは普段皆さんが自動販売機で買われるような、サイズで、まあもちろんだからこう携帯が可能でね、いわゆるその水素ボトルっていうのは水素が最初から入ってるわけじゃなくて生成するんですけど、そのお水はもともとは
ね、そのコンビニや、あちこちの沖縄のスーパーで売ってる軟水を注いで、はい、そこからこうカニューレといってね、まあ、チューブ状の、ね、こうビニールがある、そこで鼻に当てて吸引する、スイッチを押すというものだったりするんですが、このドクター水素ボトルに出会ったのが佐藤さんはいつ頃、どんなきっかけだった？多分7年ぐらい前、もう7年ぐらい経ってると思うんですけど、うん、それぐらい前に知り合いの方がすごいものがあるよって言って持ってきてくれて、で最初はあまり、まあそういうものに興味がないので、うんうん、あそうなんだねって言って流してたんですけど、周りの方が最初に使い始めて、どんどん皆さん、例えばちょっと体の調子が良くないなっていう方がどん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 回復されたりとか、うん、まあ、本当に病気の方が、回復されたりとかっていうのを見て、あすごいものなんだなと思って使い始めたのがきっかけです。じゃあこう最初こう佐藤さん周りをこう見て、様子見て、様子見です、どうかなどうかなって様子見、はい、してでちょっと安心感を得られて、そうです、そうです、やっとご自身デビューしたんです。なるほど、はい、じゃあそもそもやっぱりそうすると特にこう痛い辛いとかではなかったけれども、あそうなんです、なのでちょっと様子見ながら、あなるほど本当にみんなの笑顔が周りに出てき始めてから、そうです、そうです、はい、それでもう、うん、例えば6年以上っていうか、そうですね、もう、はい、6、7年はずっと吸ってます。どうぞ、そうするとすごくねいい感じの体調でいらっしゃる方が、まあ、ずっと吸っているとどうなるんでしょう、うん、一番はね多分毎日の体感としては寝る前に結構吸うことが多いんですけど、眠りの深さが変わったなっていうのは明らかに感じる違いですね。女性にね、まあ、ゲストの方もよくね、こういう経験がおありだった方もいるんですけど、まあ、ちょっと冷え性の、ね、女性の方がって、こんなあったかい沖縄でもねやっぱりそれなりにいらっしゃるわけですよ。そういう部分とかも何かあったりします？そうですね、もともとね結構体温が高いんですよ。もともと36.3 とかそれぐらいだったんですけど、やっぱり水素吸い始めてもう7年経って今だと 36.7 ぐらいありますね。あやっぱ体温がだから上がってるから冷え性とかも改善されたような体感はすごくあります。なるほど、免疫力めちゃくちゃ高いですよ。36度7分っつったら、36度8分を超えるともうがん細胞すら自分の免疫力で潰すって言われてますからね。うんすごいいいですよ体温高いのは。なるほどですね。いや普段やっぱりもう日常的に使ってらっしゃるその何でしょうね様子、うん、やっぱり進めてます。そうですね、やっぱり周りに例えば本当にそれこそ体温がね低くて困ってるとか、まあ私が今36なんですけど、周りもう一度36歳、見えませんね、持っていってください。見えませんね、7年のプロが真面目に少なくとも28歳ぐらいかなと思ってます。ありがとうございます、ね、皆さんちょっと確かめようがない、ね、皆さんに見ていただけないのが残念なとこです。すいません、今度テレビにお呼びできるようにかなっちゃうか、ね、はい、そうか、何の話でしょうかね。でね、この年になると周りがやっぱり子供欲しいなって、まあ、いう方がねお友達でも多いんですけど、なかなかやっぱり授からない方でちょっと不妊治療したりとかそういう方も結構いらっしゃるんですよ。そうするとやっぱり基礎体温を上げていかないといけない、まあ、どの、ね、こう、まあ、病気の方だったりっていうのにも共通するんですけど、基礎体温って、ね、何するにしても上がらないといけないじゃないですか、上げていかないと。でやっぱり子供が欲しいなっていうお友達なんかにはよかったらこういうのを使って、私はすごく基礎体温がやっぱり、まあね、すごく自分で上がったわけですから進めて使い始めて子供ができたっていう友人もいます。それはね欲しいと願ってそうなられたっていうのは、ね、以前、うん、ね、水素ベイビーのそうですね、美和子さんが出た時に ね、うん、出てね、ご主人も吸うことも大事だし、ご本人も基礎体温が上がるって大事なことなんですよ。へ、水素ベイビーで、水素なんて言ったらでしょうね、うん、
不倫がっていうことでもなんかやっぱりその願いとこのね水素の力血管を広げて基礎代謝が上がって体温が上がってというなんか基本的なことのようで素晴らしいですね。やっぱり基本が大事なんですよ ね、うん、あそっかそっかそうですよね。そうですね、いやいやいやなんか目に浮かびます。ちょっとね佐藤さんのねこのお関わりご縁のある方のちょっと他の方々のお話も伺いたいんですが、はい、一旦ちょっとね CM 入りましょうね。はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話をね、本日日曜日も、元気にお届けしております。私パーソナリティ土井秀人と、WOO イーストドクター水素ボトルの北条正弘さんとね、今日は東京から、ね、この宜野湾市にお越しの、リゾート大好き佐藤知佳さん、ね、お迎えしておりますけれども、いやーなんかね、僕もあの子供が好きなんですごくなんて言うんでしょう、命の芽生えのお手伝い的な、ね、ところをイメージするとあなんか水素ボトルすごいなってやっぱり思ったりもするんですけども、ね、佐藤さんはそのじゃあもう結構他の方になんかレコメンドするね、こういろいろいいんじゃないのなんていう活動というか、まあ、普段日常でそうってことですよね。そうですそうです、日常の会話の中で、ね、そういった話が出てくれば、でそれがまあ、自分が使ってるその体感とリンクするところがあればお伝えするっていう感じですかね。ちなみにね、うん、個人名とか全然結構なんですけど、今までそのご縁をいただけた方、出会った方で、まあ、エピソード、うん、今みたいな例えば赤ちゃん欲しいなと思ってた人がいました、ね、例えば、まあね、痛かったり辛かったりした人がこんなことが起こったとか、そういうのってなんか多そうに感じますけど結構一番すごかった方が、はい、まあ、とある県 の、 大学病院に勤められている方で、私のまあ長年の友人、うん、子供が生まれたばっかり、うんうん、で毎年毎年大学病院に勤めてるから検診があるんですよね。で検診を受けていってたらどんどんやっぱり緑内障になって、目の数値がね、眼底の眼圧っていうんですか、あれがどん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 上がっていってしまって、どん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 視野が広く狭くなる、で人の顔がぼやけてくる。すごく近くに私も行って話するんですけど、私の顔の判別があんまりつかないぐらいにまで進んじゃったんですよ。ちなみにその方、ね、お名前伏せてるんで、だいたいご年齢的にはその時30代後半、40になったばっかりとかそういうぐらいだったと思うんですけど、でまあ待望の長男が生まれ、これからっていう時にそういうまあ診断が下されて、すごくショックをまあ受けて、でこのまま行くとあなたはまああと数年で失明っていう宣告までされてしまったんですよ、その方は。うわ、で私もやっぱり大事な友人だったので、何かできることがあって思った時にたまたまその水素の話を聞いたばっかりの時 で、 うーん、で私もまだ使ってない時だったから、様子を見渡せてる時、様子を見渡してる時、でもみんな周りが良くなっていくもんなんで、こういうものがあってねと、まあ、私ごめんなさいまだ使ってないからちょっと効果わからないんだけどっていう話をしたら、いやもう何でもいいからやりたい、回復する見込みが少しでもあるものは全てまあ挑戦して取り入れていきたいっていうことだったのでお伝えをして、でその彼はもう睡眠時間を削って吸ってたんですよ。吸えば吸うほど、長時間吸えば吸うほど効果があるっていうのを聞いて、もう毎日もちろん大学病院に勤めてもうカタクタなんですけど、もう睡眠時間を削ってでもその水素を吸入して、で吸入した後まあ、土井さんはご存知だと思うんですけど、そのボトルの、ね、中に入れたお水が水素水になるんですよね、うん、で水素水ってまあ正直そんなにこうガン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 飲んでも効果は少ないんですけど、うん、やっぱりこのドクター水素ボトルっていうのは水素の濃度が非常に高いので、そうですね、
かなりこう高濃度な水素水が通常売ってるものと比べてできる。でそれを伝えたら彼がまあ独自に、うん、あのアイボンあるじゃないですか、目を洗浄する、うん、ちょっとちっちゃいカップで目をジャバ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 洗浄する、あのアイボンのカップみたいなの買ってきて100均でそのお水を、そう、その水素水、できた水素水をそれに入れて毎日毎日目を洗浄してたんですよ。うわすごい。だ毎日寝る時間を削って吸って、でその後できた水素水で目を一生懸命一生懸命洗浄してて、で2ヶ月後正常時代に戻ったんですよ眼圧が。久しぶりにやりましょうか。うっそのような本当の話が、いやご本人のね努力もすごいですけれども、やっぱりなんて言うし、私もね未経験ながらなではあるんですが、やっぱその宣告ね、あなたの未来がちょっとね良くないようにいってしまうよっていうことを受けてのことですから、間に合いましたね。いや本当に良かったなっていう、やっぱりこれから子どもの成長もね、もちろん見ていきたいでしょうし、そうですね、眼圧が下がったって言ってましたね、ご本人曰くね。まあこうね、藤田さん、このドクター水素ボトルの、まあ このね、ここの鼻に当てるところの濃度、まあ、出てくる、ね、濃度もそうなんですけど、それが、ね、すごく高濃度の水素となっていく、水素水になっていくんですけども、この鼻に当てて目に、ね、前もちょっと、ね、ありましたけど、眼圧もそうですし、僕なんかも免許証 の、ね、要は裏の眼鏡が必要なくなっちゃったりとかしてて、そういう目のこう、なんていうんですかね、こう、うん、影響っていうのは、そうですね、目は毛細血管の塊なんで、うんうん、水素はやっぱり血流が良くなるっていうことがあって、うん、目にはすごく大きな影響が出やすいみたいですね。私自身で言うと老眼も乱視もなくなっちゃったので、まあ、その血流が良くなってるから調整能力も上がるんでしょうね、筋肉のね。結果的にそういうことが起こってるんだと思います。だからまあ治してるっていうよりは普通に戻っていってるっていう方が正しいかもしれないです。ねえ、よく言いますよね、こう人間本来のね、その機能、うん、体のね機能にこの戻してしまうこのね、うん、血液の流れが良くなっていけばというところで、いやでも本当に素敵なお話というか、なんかね、このお子さんの成長誰だってね見たいですし、それが言ったら分かりやすく言えば見れなくなりますよって言われたわけですからね。そうですね、お医者様から。うん、わあいい話、よかった。じゃあ今もうすごいね生き生き。そうですね、今もう元気で、久しぶりに会った時に、わあってちかさんそんな顔してたんですねって言われました。やっぱりそれほど ねこうぼやけて輪郭もちょっとどれくらいか分からないぐらいまでの視野とか視界になってたので、うん、うわ本当に今週も良いエピソードというか、ね、事実のお話をねありがとうございますね。ではちょっと一旦また CM 入りましょうね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、日曜日の朝元気にね、素敵なお話、本当に嬉しいお話ありがとうございます。もうね嘘のような本当のということで、ドクター水素ボトルの北条政宏さんと、ね、今日は東京から、ね、飛行機に乗ってちゃんと来てくださいました、佐藤千佳さんゲストにお迎えしてますけれども、いやいや本当にね、お子さんを見る目がとってもこう健やかにっていうのは嬉しい限りで、ね、ありますけども、ね、佐藤さん本当今までねやっぱりいろんな方出会いがあったと思うんですけど、もう一つなんか例えば番組後半にね、ぜひこんなエピソードあったんですけどってあります？そうですね、人じゃないんですけど、うちのワンちゃん、ワニちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん、ワンワンです、ね、家族ですから、家族ですから、だから、今ね、うん、21歳。あいや結構な元気いっぱいです。だがどっか悪くしたんですか？いやもともとね食欲のない犬で、うん、それをすごい心配してたんですよ。もう全然食べなさい食べなさいって言っても食べないから、もういろんなものをね買ってきて、ふりかけ買ってみたり
ちょっとお肉を混ぜてみたり、小型犬です、シーズーなんですけど、でもうどうしようどうしようって悩んでた時にこの水素に出会って、でその当時はまだ今はね犬も吸入できるようなカニューレが開発されてるんですけど、その当時ってそんなものなかったので、その高濃度の水素水を毎日普通の水の代わりに飲ませてたんですよ。それはもう佐藤さんご自身も水素デビューをドクターゼロ、そうですそうです、ね、ね、した後で、はい、お皿に入れてから、そう私が吸った後の水ね、もったいないっていうかすごい高濃度だって言うから、はい、試しにと思ってうちの犬に飲ませてたら、何にもしなくてもすごい食べるようになって体が元気になったんでしょうね。本当にちゃんとお腹が空くようになったというか、正常になってもうすごい元気になってくれて、もう食べさせるその、ね、あのいろんな苦労がなくなったっていうのもありますし、まあその時でもだから16歳とかだったんですけど、ちょっとね白内障が入ってたんですよ、うちのワンちゃんも。シーズってなりやすいみたいで、目がどん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 ちょっと白く濁ってきてたんですよ。でそれもすごい心配だったんですけど、さっきのね、大学病院の友人の話を聞いてワンちゃんに点眼したんですよ、水素水を。アイボンパチパチはワンちゃんできないから、水素水を目薬のその容器買ってきて、すごい点眼、そう上から毎日毎日、ね、あの朝昼晩かな、点眼してたら治ったの。ねえ、素晴らしい。ワンちゃんもね、遠慮がちな性格でご飯遠慮してたわけじゃなかろうしと。そうなんです。胃もたれって言えないですからね。そう。そうしたらば、なんとすごい食欲、うん、でも、まあ、ワンちゃんはね、個体が小さいんでね、水素水でも相当いろんなこと起こるんですよ。前もね、登場してくれたマリさんとかなんかね、ワンちゃんが腫瘍が大きいのが消えちゃったっていうのがあったでしょう、うん、そんな感じでね、すごく普通は人間だったらやっぱりガスじゃないとダメなんですけど、うん、水素水でも結構ねいろんなこと起こるんですよ。そっか、まあね、体が小さいと、ね、ちょっと他社のだとね何とも言えませんけど、うちのはもう濃度がめちゃくちゃ飽和濃度の水素水だから、うん、もう起こりやすいですよね、そういうことがね。はあ、それこそ基礎ね、体力に戻っていって、ワンちゃん年配といえば年配かもしれないけど、まず食欲がね出てきたっていうのは何よりですよね。うん、やっぱりだからあの時に食欲がしっかり出てきて旺盛になって、ちゃんとね動き回ってくれてたから、今21歳ですけど3月でね21になったんですよ。21歳になっても小型犬にしてはもう本当に長寿で、だけどもう元気に動き回って毎日今日も散歩に行ってます。いやーいいですね、ペットちゃんにしてもじゃないですけど、やっぱり体、人もね動物もその体にあってこう健康が染み渡る的なね、わーすごい、いいお話です。佐藤さん多分特番級にいろいろと終わりだと思うんですけども、ぜひねこの後も沖縄を楽しんでいただきながら、またちょっといろんな話を聞かせていただく機会があればと思っております。はい、そんなわけでラジオ沖の皆さんね、ぜひお問い合わせはね、6月の3日土曜日4日日曜日もね、宜野湾市那覇市等で、説明会というか勉強会ね、ぜひやってみたいと思ってます。お問い合わせをどしどしお寄せください。はい、本日もね、WO イーストドクター水素ボトルの北条正弘さんとね、はい、それの体験を語っていただきました。東京から佐藤千佳さんをお迎えしてお届けしました。じゃあお二方とも今週もねどうもありがとうございました。ありがとうございました。